タフシン・オズギュチはトルコのフィールド考古学者。第二次世界大戦後から始まって21世紀まで続いた長いキャリアにより、オズギュチはアナトリア考古学のリーダーとしての役割を果たした。タフシン・オズギュチはブルガリア王国のクルジャリで生まれた。両親はトルコ人だった。アンカラ大学の言語、歴史、地理学部で学び、1940年に卒業した。 1942年に、同学部で博士の学位を取得した後、1945年から翌年まで助手、1946年から1954年まで講師を務め、1954年に教授に就任した。小津義内は1968年から1969年まで、同学部の学部長だった。 1969年から1980年までは同大学の校長を務めた。1981年に退官した後、5年間にわたってトルコ高等教育長の副長官だった。オズギウチは学生とともにアナトリア考古学に貢献した。発掘調査を行い、100を超える学術論文や著書を交換した。 1962年から1964年にかけてニュージャージー州プリンストンのプリンストン高等研究所、1964年にドイツのザールラント大学、1975年から1976年にかけてミュンヘン大学の客員教授を務めた。妻のニメットもアンカラ大学の考古学教授であり、二人は共同してトルコのフィールド考古学と、 大学教育の主導的な役割を果たした。オズギチは有名内籍であるキュルテペを57年間連続して発掘し、そこから重要な考古学遺物と文章を発見することにより、紀元前2000から1700年にかけてのアナトリアの最初の歴史的時代におけるこのアッシリア商人の植民史について詳細にわたって明らかにした。オズギチはまた、カラヒョユクエルビスタン。 コロズテペ、アルトゥンテペ、マシャトヒョユク、火山家や、クルルの発掘を主導した。オズギュチは、トルコ歴史研究所、ドイツ考古研究所、イギリス学士院、アメリカ考古学研究所、バイエルン科学、人文学アカデミー、シティオブ、ロンドン考古学協会、トルコ考古学研究所など、いくつもの学術機関の会員であった。タフシンオズギュチは2005年10月28日に、 アンカラで没死した。妻のニメットは2015年12月23日に没死した。ありがとうございます。